紫雲丸は、国鉄港航路の鉄道連絡船で、本航路最初の車載客船であった。1950年、昭和25年と1955年、昭和30年の2回にわたる衝突事故で沈没し、いずれも死者を出した。特に2回目の事故は修学旅行の児童生徒100名を含む168名の死者を出し、紫雲丸事件と呼ばれ、国鉄戦後5大事故の一つに挙げられる。いずれの事故後も引き上げられ、復旧再就航しているが、2回目の復旧再就航時には、瀬戸丸と改称されている。宇高航路の客貨輸送量は、昭和恐慌を脱した1935年、昭和10年には3月と11月に、高徳、土産両線の開通もあり、この頃から増加傾向が著名となった。当時、旅客輸送には、山陽丸、南海丸の姉妹客船、ともに561総トン旅客定員1057名と、水島丸、337総トン旅客定員493名の3隻が、貨車構想には300総トン級で、和無換算重量積載の車両と船第一宇高丸、第二宇高丸の2隻が当たっていた。しかし、この体制では急増する輸送需要に相反、対応できなくなると予測されたため、1936年、昭和11年、鉄道省は、青函航路に準自動型の車両構想システム導入を決定し、1942年、昭和17年の開業を目指して、石炭滝上汽タービン車載客船3隻の建造を、播磨造船所に発注るとともに、1939年、昭和14年10月からは、宇野、高松両港での水陸連絡設備の建設工事にも着手していたが、戦争のためやむなく中断していた。このため、1942年、昭和17年7月の関門トンネル開通で廃止となった関森航路の自公式貨車と仙台1から5、関門丸を同年9月から順次転属させ、宇野、高松両港に、関門岩用専用岩壁を急増し、同年10月8日より、貨車構想に参加させ、応急対応とした。宇高航路では、戦時中の船舶喪失はなかったが、国史による各船の疲弊は甚だしく、戦後の混乱期の急激な輸送需要増大を、規範専用船や、第一宇高丸、第二宇高丸の車両甲板への旅客の満載なで、しのいでいた。1946年、昭和21年7月には、運輸省鉄道総局は GHQ から1400総トン級の車載客船3隻の建造許可取り付けに成功し、ここに中断していた大型車両構想システム導入計画が復活した。この3隻は当初ディーゼル船として設計されたが、当時の重油確保の困難さから、戦前の設計通りの石炭滝上汽タービン船となり、同年8月16日には早くも第一船が、相生の播磨造船所で起工され、続く2隻も順次同造船所で建造された。これらは、1947年、昭和22年7月から1948年、昭和23年6月にかけて就航したが、対応する。大型稼働橋などの水陸連絡設備完成を待って、1949年、昭和24年3月から車両構想を開始した。これら3隻の第一船が高松市内の山の中から紫雲丸と命名されたため、3隻は紫雲丸型と呼ばれた。この大型車両構想システム導入に伴い、関門丸型は再び関門海峡へ戻ったが、第一宇高丸。第二宇高丸はその後も長らく使用された。青函航路同様、車両の積み下ろしは、船尾からとし、車両甲板には、船内軌道が2船付設され、和無換算14両の積載が可能であった。また青函連絡船、松鳳丸型と同様、神戸船橋から、操舵できる船首舵を装備し、郊外で解凍後、後進で着岸できた。また、潮流の速い眉山瀬戸を航行するため、船尾の舵は2機のプロペラの直後に装備した、操船性の良い2枚舵とした。当時の高松港内の条件と、航路筋の推進から、同時期建造の青函連絡船洞爺丸型よりは、かなり小さく、全長 76.18 メートル、喫水 3.50 メートルと決められた。しかし積載する車両の大きさは変わらないため、相対的に上部構造物の大きなトップヘビーになりがちであった。このため、船内軌道には枕木を用いず、車両甲板に溶接した鋼型紙にレールをボルトとナットで固定して、甲板室の高さを抑えるとともに、船首継船作業場のある、船首甲板を洞爺丸型より一層下げ、車両格納所原則中2階の下部有補甲板の高さとした。これにより、車両格納所の上半分は船体内に収まりきらず、甲板室内にはみ出た形となり、下部有補甲板の甲板室最前部壁が車両格納所細部囲い壁の上半分を兼ねる形となって、車両格納所の天井に相当する上部有補甲板は、甲板室の2階相当となった。操舵室はその上の探偵甲板に設置され、洞爺丸型より一層低い構造ながら、前方から見ると同じ3階建ての甲板室となり、堂々たる印象を与えた。探偵甲板全端には、両舷側に若干張り出し、前方に丸く膨らんだ平面形状の操舵室があり、その後ろに隣接して、船長以下甲板部高級船員居室、無線室を置き、その後ろに随員室とトイレを備えた、貴賓客専用の特別室が配置された。特別室の後ろには大きな煙突2本が横に並び、両舷側には救命艇が各1隻ずつ献花されていたほか、左舷に天下船が備えられていた。探偵甲板の船尾端には磁気コンパス、船首打用の操舵輪並びにヒーリングポンプ、操縦装置等が設置された後部船橋が置かれた。この一層下が上部有補甲板で、本甲板の甲板室前方約4分の1の区画を2等船室とした。ここに数と掛けと数人掛けソファーを配置し、一部を除いて周囲には遊歩廊は設けず、両舷側に2連角窓を設けて、着席のまま景色を楽しめるようにした。さらにこの2等船室の最前部の区画を窓付きの壁で仕切って展望席とし、より一層大きな2連窓を前面と、両舷側に設け数と掛けソファーを置いて、特別2等室とした。宇高連絡船に接続する、宇野線、予算本線等の列車には1等の設定はなく、本線にも1等船室は設置されなかった。2等船室船尾側左舷に、売店、右舷に案内所が設けられ、その間の通路より、船尾側を3等区画とし、ここに6人掛けテーブル8組を配して、食堂兼休息所とした。これより、船尾側も甲板室船尾端まで3等船室で、当時の3等客車のシートをロングシート化した背中合わせの座席を3列聴取方向に配置した。甲板室周囲は2等区画後部までの両舷と船尾側の3方向を遊歩廊とし、片舷あたり2等室には1箇所、3等室には3箇所の出入り口を左右対称に設けた。さらに、遊歩廊には、船尾側を中心に多数のベンチが設けられた。一層下の下部有補甲板は船首が起動式用病気を備えた継船作業場で車両格納所中2階部分は左舷船首部に機関長い室、右舷船首部に事務長い室があり、それより後方は両舷とも原則開放の遊歩廊となり、まず前から2等区画でトイレと洗面所が設けられ、それに続いて船体中央部から、船尾側は3等区画となり同様に、トイレと洗面所が設置され、一部ベンチも設置されていた。両舷の船尾端はそれぞれに、起動式キャップスタンを備えた、船尾継船作業場となっていた。車両甲板の船内軌道は、船尾から2000平行に敷設され、下部有補甲板の甲板室最前部を終点とし、有効長はともに 61.5 メートルで、船内に分岐器はなかった。専用岸壁の関係で通常接舷するのは洞爺丸型とは逆の右舷のため、右舷側より船1番線、船2番線と不番され、竣工時は和務換算14両、または20メートル客車6両積載可能となっていたが、1951年、昭和26年にはWAM16両とされていた。なお、自動連結機を装備した船内機動車止めは、機動有効長を伸ばすため、車両格納所全部囲い壁をくり抜いて、船首側にはみ出して設置され、その船首側には船首舵を動かす機動式操舵機が設置されていた。また、車両甲板後端から約14メートルまでの部分では全幅にわたり、レール上部の高さまで基幹板を敷き、で荷物運搬手押し車の通行可能な状態とし、この部分の両舷側は、手押し車18台の収容スペースとされた。車両甲板船首側両舷側には、船員浴室等があり、船体中央部より、後ろの両舷側は、通路や階段、スペースとして使われ、大部分が原則へ開放された、遊歩廊という開放的な作りであった。車両甲板下は7枚の水密隔壁で8区画に区切られ、タービンのある機械室のみ二重艇であった。船首側からの水密区画は、船首タンク、秒差に続く2区画の水密区画の車両甲板下、第2甲板には、船員室が配置され、両区画間は、水密隔壁に設置された水密すべこを使って、通行できた。続く、中央部の2区画は、前方が、関熱式円管4管を備えたボイラー室、後方が2台の蒸気タービンを設置した機械室で、機械室の前半分の両舷には、片舷容量角 73.46 メートルのヒーリングタンクが設置され、起動式の渦巻き式、ヒーリングポンプもここに設置された。このポンプにより、両タンク間、あるいはタンクと船外との間で海水の移送を行い、車両積み下ろし時の船体傾斜を抑制した。この2区画間も水密すべこを介して通行できた。機械室の船尾側の区画の第2甲板には畳敷きの3等雑居室が設けられ、その下の船倉は2本の主軸を通す車軸室で、車軸室と機械室との間にも水密すべこが設置されていた。船尾端区画は操舵機室で2枚舵を動かす。機動式操舵機が設置されていた。ボイラーからの煙突は、車両格納所の両舷側を通り、かつ、各甲板原則の遊歩廊の内側を通って、探偵甲板に横に並んだ2本の大きな煙突へと導かれた。阪神と四国各都市間の夜行の旅客需要を競合航路から取り戻すため、1950年、昭和25年10月1日から、紫雲丸型による客車構想が行われ、深夜の宇野、高松での乗り換えなしの大阪松山、須崎間の磁気夜行列車運転が開始された。寝台車構想はなかったが、極めて好評で、相当定員超過していることも多く、1955年、昭和30年5月11日の2回目の紫雲丸沈没を契機に安全上の見地から、その当日限りで中止された。2回にわたる沈没事故を起こしている。1950年、昭和25年3月25日、紫雲丸は貨物便1020便として貨車16両を積載し、定刻約10分遅れの0時10分に高松港を出港。当夜は晴天で風もほとんどなかった。0時45分頃、備山瀬戸中ほどの大園瀬東端の明かり不評付近から宇野港を定刻20分遅れの0時35分に出港し、直島水道を南下する貨物便1021便わしば丸の投下を確認していたが、0時52分頃、わしば丸が左転するものと判断し、紫雲丸は左転しそのまま直進した。しかしわしば丸は実際はやや右転しており、0時55分、直島水道南口の工人島南方沖で、鷲羽丸選手は紫雲丸原船尾へ、後方約80度の角度で衝突し、紫雲丸の車軸室右舷外板が破れ、車軸室と機械室へ浸水し、左舷に急激に傾斜し1時頃沈没してしまった。機関部上組員の証言によれば、車軸室と機械室との間の水密すべこは一旦は完全に閉鎖されたが、しばらく後、自然に開き、車軸室から機械室へ浸水してしまった。とのことで、引き上げ後の調査でも、水密すべこ横の開閉スイッチが、閉位置であったにもかかわらず、水密スベトが開いていたことが確認され、スイッチ内への海水流入によるショートが原因と判明し、浸水が車軸室一区画に食い止められていたら、沈没は免れたと考えられている。この事故で、紫雲丸では船長を含む7名が死亡、鷲羽丸は船首中波のみであった。水密スベコスイッチが海水でショートしても開かないよう、電気制御回路の改良が行われた。この改良工事は当時交流電動機、直接駆動方式の水密スベコを採用していた、紫雲丸型3隻と、青函連絡船洞爺丸4隻で施行された。また、車両甲板架線日和の3等雑居室は、やむを得ぬ場合以外は使用しないこととした。宇高連絡船は従来は、小型船であったこともあり、明治末より上下便とも狭くて水深は浅いが、宇野高松間を最短距離で結ぶことのできる直島水道を常用航路としていた。しかし、紫雲丸型就航に伴う大型化により、本事故発生前の1948年、昭和23年4月1日から、備山瀬戸中ほどの大園瀬戸谷北に限り、上り便は従来通り荒神島東側の直島水道経由、下り便は荒神島西側の葛島水道経由に分離された。しかし、貨物便のみ、直島水道付近での上下便の行き合いのない場合に、限り、下り便の直島水道通行も認められていた。この事故を契機に1950年、昭和25年4月1日から、狭隘な直島水道での一方通行を、徹底するため、下り便は、葛島水道からさらに南へ進み、大園瀬西端を迂回して、高松港へ至る右側通行の項に改められた。1955年、昭和30年5月11日、紫雲丸は、旅客781名、貨車15両を積載し8便として6時40分、高松港を定時出港。6時45分頃から、霧が次第に濃くなり、無注信号を開始した。第3宇高丸からと思われる、無注信号を6時50分頃船首やや右に聞き、レーダーでその船影を捉え速力 10.8 ノットを維持していたが、6時53分頃濃霧の中に侵入したため機関用意発令時10ノットに、即6時54分両舷機関停止、無線電話での、第3宇高丸との連絡を試みたが、次戦の無注信号に妨げられて目的果たせず、6時55分、左転したところ6時56分右舷船首約100メートルに迫り来る、第3宇高丸を発、そのまま、右舷機械室側面に、前方から約70度の角度で衝突された。一方第3宇高丸は、貨車18両積載し153便として6時10分、宇野港を定時出港、6時35分大園瀬西端の不評通過後より霧模様となりレーダー、使用開始、6時41分より濃霧となり、無注信号開始、6時50分頃レーダーで、進行方向、約2海里に、紫雲丸を認め、左舷対左舷で行き合うため6時52分右へ、転進しそのまま 12.5 ノットで航行中、6時56分左舷船首。約100メートルを左転しながら、次戦の前を横切りつつある紫雲丸を発見、そのまま紫雲丸右舷に衝突し、食い込んだ状態になった。衝突と同時に、紫雲丸は停電し、水密スベコの閉鎖もできず、機械室から車軸室にかけて、右舷外板を大きく損傷し、両室間の水密隔壁も破壊され浸水し、第3宇高丸は浸水緩和と、船脚以上のために、紫雲丸を押し続けたが急激に左舷に傾き始めた。ため7時頃機関停止し、ほどなく紫雲丸は左舷に横転沈没し、乗員乗客168名が死亡した。本事故の重大さを受け、この前年の1954年、昭和29年9月に起きた、洞爺丸事件後の青函連絡船の安全対策の調査審議のため、運輸省がその年の10月に設置していた。造船技術審議会、船舶安全会、連絡船臨時分科会、並びに11月に国鉄が設置していた青函連絡船設計委員会を1955年、昭和30年7月に日本国有鉄道連絡線設計委員会と解消の上、この2つの会議で引き続き宇高連絡線の安全性改善の調査審議も行われた。これらの答申内容に沿って、引き上げ後復旧工事を施行した紫雲丸だけでなく、同型線の眉山丸、鷲羽丸についても、同様の安全対策工事がなされた。車両甲板下の水密隔壁を7枚から10枚に増設した。具体的には、車両甲板下の後部船員居住区とその下の台に、船倉の水密区画を水密隔壁で前後に分割した。その2つ、船尾側の機械室水密区画を水密隔壁で前後に分割し、ヒーリングポンプのある前半分をポンプ室とし、タービンのある後ろ半分を主機室とした。これに伴い、ヒーリングタンクがポンプ室側面部のみとなるように肋骨分縮小し、片舷容量を 62.5 メートルとなった。車両甲板下3等雑居室とその下の車軸室の水密区画を水密隔壁で前後に分割し、さらに前半分を縦に3分割し、車両甲板下3等雑居室は廃止し、船員室とした。従来は側面が開放されていた車両甲板両舷側の中央部に従来からあった小さなボイラー室囲い壁を原則外半面と船尾方向へ拡張し、ボイラー室、ポンプ室、主機室へつながる水密区画として予備浮力とし、復元力増大を図ったほか、操舵室屋根上に全部マストと後付けのレーダーポストが別々に立っていたのを1本のマストにまとめ、後部マストも低くし、煙突上部も細くして重心低下を図った。従来、貨車のみ、積載時に船首の喫水のみ深くなり、これを船尾タンク満水で調整して、全体の喫水が深くなっていたのを、車両甲板船首の自動連結機付き車止めを 5.95 メートル船尾側へ移動して、船内軌道を短縮し、還元が低下するのを回避した。これにより車両積載数は再びワム14両となった。また、車両甲板へのレール固定を第3宇高丸同様溶接とした。2、3等客室の出入り口の増設拡幅、3等客室各窓の拡大を行い非常時に脱出しやすい構造とし、救命艇も軽金属製2隻とし、喧嘩するボートダビットはブレーキを外すだけで、救命艇が自重で、舷外へ振り出される重力型ボートダビットに交換した。発電機は従来3床。交流 60Hz225V40kW2 台であったが、これを参照、交流 60Hz225V75kW2 台に増強し、車両甲板下の主機室や船員居室の電動通風設備増設を行い、常用照明はすべて蛍光灯化した上増灯し、照度向上を図った。さらに主発電機故障時でも引き続き通信系統や、水密すべこを稼働でき、船内非常灯を3時間点灯できるだけの鉛蓄電池を装備し、水密すべこの動力もこれに対応するため、従来の 2.5 馬力3升、交流誘導電動機駆動から 2.5 馬力、直流副管電動機駆動に変更された。1回目の紫雲丸沈没事故を受けての1950年、昭和25年4月1日施行の基準航路では、高松港近くで上下航路が近接し右側通行が徹底されなかった。2回目のこの事故はまさにこの区間で起きた。このため、事故直後より沈没した紫雲丸を中心に、高松港付近の上下航路の間隔を広げ、新航路の掃海作業等を行い、1955年、昭和30年11月1日より正式な基準航路とした。重大事故を繰り返した紫雲丸に対し、当時、紫雲丸は、紫雲丸で名前が良くないとの風評があり、引き上げ後修復改造工事を受けたのを機会に1955年、昭和30年10月11日をもって、瀬戸丸と称した。この工事中に、外原色を黒から黄緑、7.5G6.5、6に変更し11月16日再就航した。1958年、昭和33年7月には燃料供給の省力化や黒煙防止にもなるボイラーの C10 湯煎燃化改造が施行され、これにより車両甲板上の石炭積み込み口は廃止され、ここから浸水する危険性はなくなった。瀬戸丸改名後も相手船を沈没させる衝突事故を起こしているが、死傷者を出すことはなく、新栄誉丸就航から約1ヶ月、土佐丸が竣工した1966年、昭和41年3月30日で就航となった。また、事故をきっかけにして、本州四国連絡橋の構想が具体化した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。